続いては練馬区の話題です。文芸、茶道、囲碁などの活動場所として利用できる練馬区立高山庭園では、今月26日土曜日、高山庭園寒風会が開催されます。寒風会とは紅葉を見て楽しむ集いのことで、高山庭園寒風会では紅葉が美しい日本庭園で庭園コンサートやもみじ茶会を楽しむことができます。庭園コンサートではフルートとピアノのコンサートが午前11時から、バイオリンとピアノのコンサートが午後1時30分からそれぞれ実施。こちらは無料で参加することが可能です。練馬区華道茶道連盟協力のもと、お菓子とお茶を楽しめるもみじ茶会も実施されます。こちらは各回30分で全9回行われます。参加費は500円、事前申し込み制で高山庭園への電話で予約が可能です。また高山庭園では今月25日から12月1日まで紅葉の夜間ライトアップが行われます。期間中は庭園散策時間を午後8時30分まで延長し、普段とは違う景色が楽しめます。詳細は高山庭園ホームページをご確認ください。